ほど。ミクまで。どうしてここに？最近、ナイトコードで話してる時に、ぼんやりしてることがあるから、気になって。別に何も。いつも通りだよ。学校に行って、友達や先生と話して、家で両親とご飯を食べて、それから、奏たちと曲を作って。そう。いつも通り。でも、何かが、胸に仕えてる。そう、かもしれない。でも、よくわからない。歌なら、言葉にできない思いも、外に出せるかも。歌か、私たちらしいのかな。真冬、どう？試すくらいなら。うん、それじゃあ、一緒に歌おう。真冬、もう25時だよ。二人ともなかなかナイトコードにインしてこないからさ、心配しちゃったよ。ごめん、ちょっとだけ歌ってた。え、歌？三人で？そう、歌えば真冬の胸の使いも外に出せるかもしれないから。へえ、それなら次は僕たちも混ぜてもらおうかな。はあ？僕たちって、私も？うん。ありがとう。うん。真冬は？好きにして。二人ともありがとう。じゃあもう一度、行こう。
何あの光、キラキラ揺れてる。いつもはこんなのないよね。あれは思いの光、みんなの歌だ。世界を通じて誰かに届いたのかもしれない。そうなんだ。じゃあ私たちの歌を聴いてくれた誰かがちょっとでも救われてくれたらいいな。真冬はどう？別に変わらない。そっか、何の意味もなかったね。はあ？せっかく付き合ったのにその言い方はないでしょ。まあまあ、僕は4人で一緒に歌えて楽しかったよ。真冬、私は意味がなかったなんて思わないよ。今回はうまくいかなかったけど、でも真冬にとって歌は大事なものだと思うから、ちゃんと曲も作り続けるから、また機会があったら歌おう。うん。さて、じゃあそろそろ自分の部屋に戻る？みんな、また来てね。うん、ありがとう、ミク。じゃあみんな、またナイトコードで。